ではその今日のゲーム振り返ってまいりましょう。ハイライトをお送りします。今日はオリックスエース金越裕先発をしました。初回先頭バッター松井から三振を取ります。いい立ち上がり、3回までパーフェクトでした。1回の裏ツーアウトから3番の糸井、センターの前に落ちるヒット。ランナー一塁でペーニャ、ここはペーニャはサードゴロでした。塩見も3回までいいスタートを切っています。3回までは0対0でした。その中で金子、また奪三振ショーがあります。2回先頭バッタージョーンズ空振り三振、続く増田空振り三振です。3回の裏塩見負けずに伊藤から見逃し三振、平野空振り三振とこちらもいい投球を続けました。均衡は4回の表敗れました。まず先頭の松井、ライトの前に落ちるツーベースヒット、初安打を記録しました。ランナー三塁で岡島セカンドゴロ、ホームはセーフ、記録はフィルダースチョイスです。そして岡島の後に増田、チャンスにヒットを1本タイムリーヒット、2点目です。すぐに追いつくオリックスは4回の裏ツーアウト満塁でバッター川端、セカンドオーバー、ペーニャ、ヘルマンと2者生還、2対2同点。ゲーム後半勝負になりました。後半の6回の裏ノーアウトランナー一塁でヘルマン、レフト後方へのフライ、一塁ランナーペーニャスタートを切る、球場が沸いていました。タッチアップから二塁にペーニャ、そして T 岡田、レフトへ、レフトオーバーのタイムリーツーベースヒット、ペーニャはゆっくりホームに帰って勝ち越し、3対2、一三塁から一二塁から伊藤です。左中間真ん中、記憶に残してほしいと訴えた伊藤のスリーベースヒット、2点を追加5対2。7回には糸井、ライトへ第14号のソロホームランで1点追加、6対2、塩見6失点でマウンドを降りました。その後8回には伊藤タイムリーヒット、7点目を取りました。最後は8回9回岸田がきっちり締めて試合終了、7対2、オリックス5点差で今日は楽天を破っています。勝った金子は今シーズンの11勝目を飾りました。